札幌市立厚別会小学校福島ですよろしくお願いいたしますそれでは札幌市立厚別会小学校の発表を始めます次期指導要領の改定は資質・能力開発に向けて大きく舵を切る動きとなっておりますその具体的なキーワードがアクティブラーニングとカリキュラムマネジメントです本校の研究課題は 次期学習指導要領を見据えて4つのキーワードが配置されていることがわかると思います。この研究課題は教育振興基本計画全文に記された自立、共同、創造に向けた一人一人の主体的な学びを受けるものでもあります。4つのキーワードは ICT の利活用を中核として構成されるものです。21世紀型スキルの観点は諸説ある中からグリフィン、 マグゴケアラが表し、三宅直美氏らの役に,役によるものに従いました。小学生にも分かりやすくするために、銃の観点を本校ではこのように作り変えております。特別研究指定校としてのミッションは、主にこの3つを保障する取り組みが求められています。ここで日常的な取り組みについて紹介いたします。本校では 各機器の特性と指導内容や学習活動等を総合し効果的に活用できるよう指導計画に配慮するようにしてきました ICT 機器の活用場面はクロスカリキュラムとしての総合的な学習での使用が多くなりますこれは冒頭お話ししたカリキュラムマネジメントにも関連することであり限られた時間と学習活動との効率化を意識することになります 機関指導時のノート映像の転送や野外活動での撮影、記録、編集にはデジカメとの併用もあります。高学年ともなると、校外学習ではタブレット端末はより学習効果を高めることが期待できます。研究1年時の次のまとめとして、これまでの成果について5点の概略説明をいたします。ICT 機器の利用の増加です。 学校情報化評価では教科指導における ICT 活用レベルが研究開始前後で1.4から2.0情報化の推進体制で0.8から1.4といずれも向上しました子どもたちが学習場面で ICT 機器を利用する場面が増えたことに伴い子どもたちの主体性や共同性の高まりを見ることができました校内研究の中核をなす学習交流でも ICT 機器の活用に伴って プレゼン力が向上したり、思考表現や相互の理解が図られる場面が生まれることにより、教え合い、学び合いの共同学習の成果を見ることができました。高学年では、アプリケーションやオーサリングツールを使った学習成果物が見られ、同時に情報源やソースを利用する際に留意すべきことへ配慮することで、ICT リテラシーの考え方が浸透してきました。校内研究では、 一斉授業、個別学習、グループ学習、ドリル学習など、場面に応じた機器の活用についての協議が取り入れられ、学習成果を上げる観点からの ICT 活用についての新たな視点を持つことができました。本校で今後に向けて重要な観点が、学,学習者の主体性発揮と学習内容に合わせた単元作りを授業デザインとして捉え直してみることがあります。ICT 機器の活用は あくまでも授業づくりや学習活動の充実のためにあります。授業デザインの視点からもこの意識は重要となってきます。授業デザインの視点でも進める研究では確実な成果を展望し子供たちの主体性を促す評価表、ルーブリックの導入研究を進めます。研究2年次目となる今年は研究課題の成果を明確にできるよう研究推進に努めてまいります。4つの主人公となるキーワード群が 相互に関連し合い本校の教育目標進んで学ぶ心豊かなたくましい子どもの育成として実現を目指します授業改善のため赤堀幹事士のチェックリストも取り入れてみることにしました表定は4段階と簡素化し分布を見ることにより研究授業後の協議材料とし研究に資するようにしたいと考えます最後に研究アドバイザーである中川人知放送大学教授からのご指摘を紹介いたします 研究課題が先導的なことであっても広く成果を共有されていくことを考慮しこれら3つのポイントを常に研究の資産に据えながら研究成果を取りまとめていきたいと考えております学ぶドしさの実感と学ぶ意欲の喚起をもたらす授業実践を通して設定した研究課題の解決を図っていきたいと考えていますご清聴ありがとうございましたありがとうございました